マリンの何でも興味あること知ってみたー、はい、イエーイ、はい、ということで第1回目スタートしました。はい、ではですね、今日、今コロナ対策をしていますよということで、ちょっと香里さんの方からコロナ対策のご案内をお願いいたします。はいはい、まずこのねトレイルフレッシュっていうもの、見えるかな、 これなんですけれども、これですね、うんうん、これなんですけれども、トレイルフレッシュって言って、ここからオゾンが発生しています。なのでこの部屋全部ですねオゾンに今包まれてます。なのでその飛沫感染ですとかコロナ対策っていうのは万全な場所でやっております。うん、もしね本当にあのこんなちっちゃい機械で本当にこのお部屋すべて賄っておりますので、もしご興味がある方はこのトレイルフレッシュで検索してみてください。はい、トレイルフレッシュです。はい、はいです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今日なんですが、あの私自身が何でも本当に興味あることがいっぱいあるんですよ。いろんなことが知りたくてしょうがないタイプで、もうね、例えばですけどパンとか作るの見たりとかするのも大好きだから、こうデパートとか行ってパン作るガラス張りのとかあると1時間とかずーっと見てるんですよ。ツイッターにコメントいただきました。ありがとうございます。おめでとう。え、何？あ、誰？やったー、やったー、ありがとうございます。すごい、あ、やった。僕もちょっと映ろうかな。あ、映っててください。マスター先輩、マスクがすごい、ありがとうございます。すごいマスク、すごい、やったすごい驚き、すごい嬉しい。あの私の大先輩です。本当ですか？専門学校の先輩なんですよ。あ、そうなんですね。はい、一緒にラジオやろうってかけてくれた。はい、ありがとうございます。広げられるマジシャンみたいな感じでした。すごいサプライズでしたね。いや、嬉しいですね。はい、本当にね、話戻しますけど、結構ね、何でも好きな興味があることをずっと見てたいタイプとか、話聞いてたいタイプで、たまたまですね、香里さんのお話を聞いた時に、絶対これ知らない人いっぱいいるし、みんなに届けたいし、私も実際もっと詳しく聞きたいと思って、今日は第1回目でゲストに来ていただいちゃいました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、しょうちゃんご紹介をお願いいたします。はい、僕も今日初めて、はい、お会いしてるんですけど、はい、紹介させてもらうと、小沢香里さんで、はい、調律サロンのセラピー家代表調律師ということで、はい、介護士時代に排別トラブルに悩む多くの利用者様が認知症などの症状が悪化していく状況に気づくと、で排便トラブルの原因を探っているうちに薬、病気、腸の動きに着目するということ、うんうん、で腸には体の不調を改善させる大きな可能性があることが分かり、介護予防、病気予防、健康、美容、不眠、うつなどの全ての改善につなげたいと調律サロンセラピー家をオープンを、で不調の原因を腸から読み取るオリジナルメソッドを提供してらっしゃると、うん、で自分で生きられる力が何よりも必要と考えていて、自分でできるセルフ調律を教えてらっしゃる、はい、で、手のぬくもりで救うを志にサロン通いからの卒業を目指し、一家に一人の調律師を増やすべく執筆活動や講演活動も行っているとすごいいうことです。はい、すごいですね。そうなんです、あの調律師っていう、うん、あの普通調律師ってピアノの調律、うん、腸ですね。そうです、うん、でもその調律の腸がお腹の腸で、うん、はい、でオリジナルメソッドっていうのが私、うん、あの何千人のお腹を触ってきたんですけど、うん、お腹を触ってくるとこう特徴が分かってくるんですね。なのでイライラしてる、うん、そうイライラしてる人のお腹はここが硬くなるとか、緊張するとここが細くなるとか、うん、いろいろあるんですよ、うん、あら、なので、うん、逆にそこをほぐして細くなってるとこをほぐしてあげられると、うん、緊張がほぐれたりとか、うん、イライラしてるとそこをや流してあげると、うん、あのイライラが収まったりっていうのがあるんですよ。あら、ちょっとさっきやってもらえばよかった、うん、そうだね。なのでそれを私がやるんじゃなくてあなたができるんですか、うん、あ、なるほど、それいい、それすごい、うん、で自分でできることを目的にして、私もともと介護士だったので、うんうん、何が大切かって自分でできることが大切なんですよ、うん、なるほど。なのでそのやり方をお客様に教えて、お客様は自分でできるようにしてもらいたい、うん、そして
簡単な方法で教えるので、うん、そのやり自分ができるようになったら大切な人にもやってほしいんですよ、うんうんうん、なるほど。なので一家に一人の調律師を作りたくて、うんうん、今この活動調律師をやってます、うん、すごい自分でできるっていいですね。そうなんです、そうなんです。自分でできないとねやっぱりね、うん、人に頼ってばっかりだったらもし私が死んじゃったとしたらね、うん、誰もできなくなっちゃうので、うん、自分でできるっていうのが大切なんですよ、うん、それはすごいですよね。なんか頼らずに自分でやる、うんうん、ことの大切さ、ね、はい、教えてるってところですよね、うんうん、そうなんです、うん、なので本当にねぜひ一家に 一人の調律師になるべく、ね、一度来てください。本当教えます。本当にそうですね。大事、大事、超ってね、うん、超大切なんですよ、うん、っていうのを合言葉にしてます。確かに。あ、でもなんかちょっと汚い話かもしれないんですけど、うん、なんか便が出なくて 2,3 日してると若干そわそわしてきたり、うん、なんか落ち着かなかったりして、うんうん、はい、出るとなんかすっきりしたみたいなのってありますよね。そうなんですよ。それってねセロトニンっていうホルモンの関係なんですね、うん、でセロトニンってね、ハッピーホルモンとか幸せ物質って言われてて、うんうんうん、実は脳の中にあるって言われてたんですけど、はいはい、最近の研究では脳の中にセロトニンって実は 2% しかないんじゃないか。脳、うん、で脳でしょ、うん、で 8% が血流の中にあって 90% が腸に集中してることが分かったんですよ、うん、なので腸の動きがしっかりしてない、その排便がしっかりできないってことは、うん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 、セロトニンの分泌も弱いんです。なのでうつにつながっていくんですよ。なるほど。なのでうつになって、うつっていう病気ありますよね、うんうんうん、うつになってる人の 80% 以上が排便トラブルで悩んでます、うんうん、80% 以上ですか。っていうか私の、介護経験だったら 100% です。 100%? 100% って言っていいです。 100% 排便トラブルで困ってます、うん、うつの人って。だからうつと排便トラブルってものすごく関わりもあるし、あと、ね、さっき お電話で言われてたんですけど、うん、ファスティングをしたのに腸の調子がよくありませんって言われですね、うん、それってファスティングって何のためにするのかっていうところから考えないといけなくて、うん、腸の動きをしっかりとつけていかないと、ファスティングは明けになっても調子が悪くなって、うん、動く腸っていうことは、はい、なんかね便にだけ特化しちゃいけないんですよね。便にだけ皆さんね、便が出てれば OK じゃないんですよ。へえ、そうなんだ。うんうん、うんちが出てても、もううんち言っちゃいますけどね、うんちが出てても出ててもお腹が張ったりとか、うんちが出ててもニキビがすごいとか、うんちが出ててもさ、あの冷え性だってなると、それ腸の弱りが原因してる場合があります。へえ、ね、そんな形で腸の、腸のスペシャリストなんです実は。あ、すごいですね。でもなんかあれですよね、腸のスペシャリストだから、うん、その寛容のトイレとかのことにも興味持たれたんですよね。そうなんです。今日ね、そうマリンさんが、なぜ呼んでくれたかっていうと、うん、私簡易、災害用の簡易トイレを、うん、の普及を今目指してるんですね、うん、っていうのもなぜかっていうと、去年ですね、あるこの便キングを作ってる会社の社長に出会ったんですよ。便キング、便キングっていう、便キング、便キング、簡易用、災害用簡易トイレ、便キングっていう名前なんですね。名前もかっこいいでしょ。で、便キングの社長がと話してたら、災害で亡くなる災害死より災害関連死、関連死っていうのがあって、災害関連死で亡くなる人の方が災害で亡くなる人より5倍多いそうなんですよ。5倍多いんですって。多いですね、うん、でその関連死を防げないかっていうことで、うん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 、その関連死の原因って何だろうってなった時に、もう調べて調べて調べたら、実は、トイレに、原因があるんじゃないかっていうところに突き止めたんですよ、で皆さんね、ご存知じゃない、私も知らなかったんです、知らなかったんですけど、災害があって大きな津波とかね、大きな地震とか、豪雨とかあった時に、避難所にね、行きますよね、たらその避難所でも実はトイレが使えない場合があるんですよ。なぜなら同じ地域にあるじゃないですか、避難所って。自分の家のトイレが使えないとしたら、避難所のトイレが使えるかって言ったら、使えない可能性が高いですよ。そうだっていうのは、やっぱり大きな災害とか地震とかあった場合、その下水管が壊れてる場合があるんですよ、だからそこの地域の下水管が壊れてるとしたら、避難所の下水管も壊れてる可能性ありますよね。でも
皆さん避難していきます、うん、避難していくとその避難している人の数に対してのトイレが少ないんですよ、うん、避難所として作ってないので、うんうん、あそうですね、そうなんです、学校とかでしょ、普通公民館とかでしょ、うん、避難所として作られてないですよね、うん、でも避難所にするんですよそこ、うん、確かに、だからあのその避難してくる人に対してのトイレの数が圧倒的に少ないが一つ、そしてそれがトイレが使えないとなりますよね、うん、そうするとどうなるかっていうと、うん、人間ってね食べることはね 2,3 日我慢できるんです、うん、でもね排泄ってね2時間も我慢できないんですよ、そうですね、そうすると使えないトイレにすごい人が集まるわけですよ、うん、そうなるとどうなるかって言ったらもう劣悪です環境が、うん、そうなるとどうなるかっていうと皆さんねトイレに行きたくなくなるので行かないように食べない飲まないが始まるんですよ、あ確かに、うん、そっかそっか、うん、行かなくていいようにってなりますもんね、うん、そうするとどうなるかっていうと、うん、栄養失調になっちゃうんです、うん、そして排泄を我慢するんですよ、うん、そうするとね感染症になっていくんですよ、女性なんか特にね膀胱炎とかになっちゃう、そしてあの狭い避難所生活ですよね、うん、食べない飲まない我慢するで動かないってなると、うん、エコノミー症候群になっちゃうんですよ、あそれで変なところに血栓できて、うん、その時は亡くならないかもしれないんですけど、それでねあのしばらくしたら脳梗塞とか心筋梗塞で死んじゃうんですよ、うんうん、でそれが災害関連死だったらいいですけど、うん、本当に関連してるかどうか分かんないので保険が降りづらかったりするんですよ、そうなんだ、確かに証拠ないですね、証拠ないんですよ、うん、だから本当にどこまでが関連死なのかって、でも結局体調崩すのはそこなんですよ、なので災害関連死の方が5倍多い、うん、だったらその災害関連死で亡くなる人を少しでも減らしていこう、うん、もしかして、うん、あの皆さんね避難所ってね、うん、トイレが使えないってなると仮設トイレっていうのができるんですよ、うん、あーですね、できますね、はい、でも仮設トイレができるまでって平均して3日から7日かかる、そんなかかるんですか、そんなかかるんですよ、3日から7日の3日から7日我慢できないですよねできない、どうなると思います周りが、うん、ひどいことになるんですよ、なるほどなので3日から7日分の自分たちであの寛容のその災害トイレを持っておくべきなんです、うん、そうすることによって関連死で亡くなる人たちは絶対に少なくなるんですよ、うん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 、しかも水が流せないっていうのがポイントなんですよね、そうなんです、そうなんです、水がね使えなくなるんですよね、例えば、うんうんうん、この前東雲とかであのマンション群のところがなんか意味わからず停電になった時があったんですね、そういうことがあったんです、うん、そしたら高層マンションって水で、うん、あ水はねなんかポンプで、うん、電気のポンプで上まで水上げてるらしいです、はいはいはい、なので停電になったら水使えなくなるんですよ、はあ、ってことはトイレ使えなくなるんですよ、あなるほど、ってことはどうなるかって1階に仮設トイレみたいなのができるんですけど上に住んでる人階段で降りてきて両足してまた階段で上がっていくって大変じゃないですか、だったら本当に高層階に住んでれば住んでる人ほど便器具を持っていくべきなんですよ、大事大事大事、大事なんですよ、そうなんです、あとねキャンプする人とかもね、うん、持ってるアウトドアは、あ確かに確かに、うん、なのでね、でね、なんかどんな感じで今ね、でもあのなんだろう、電池とかね、うん、食料とか水とかを持ってる人、うん、あの備蓄してる人って国民の 38% ぐらい一番多いんですって、でもトイレを備蓄してる人って国民のわずか 3% なんですって、だって知らない、知らないでしょ、知らないでしょ、食べ物が大事じゃないって思う、うんうん、そう、うん、なのでその簡易トイレ、今まで売られてる簡易トイレって実はね、うん、あの段ボールなんですよ、でこの前の、うん、段ボールがほとんどで、でもこの前の熊本の豪雨の時にその段ボールトイレ濡れて使えなかったみたいなんですよ、濡れちゃうんですよ、そうですね、確かに確かに、そうなんです、そして段ボールだから何回も座ってるとへたっちゃうんですよ、確かに、うん、で1回だけなんですよ、使い切りなんですよ、でもこの便器具って、うん、実はあの高密度の発泡スチロールでできてるんですね、うんうんうん、あの高速道路の下に敷く緩衝材ってあるんですけど、あの、うんうんうん、衝撃を抑える緩衝材っていうのを中に敷くんですって、うんうんうん、その緩衝材を使われているのがすごい強いんですよ、そうなんだ、そうなんです、でね、一体どんなものなのかっていうのをね、うんうん、見てほしいんですよ、いや想像つかないですもんね、うん、正直、うん、そうでね、またね組み立てがすごい簡単なんですよ、実はここにねこう今日持ってきて、そうそう持ってきてくださってるベンキング、これ3日用です、3日用
3日用、これ3日用で、ベンキングってやつなんですけど、うんま、結構ね、そうなんです、大きそうだ、そう大きいんだけど、まあこれ後でちょっとよくよく話しますね、うん、なのでまず組み立ててみましょう、はい、はい、ちなみに重さ的にはどのぐらいなんですか、はい、重さ的にはですね、この便器だけで、450g です、うん、450g? めっちゃ軽い、めっちゃ軽いでしょ、で発泡スチロールだ、触ってみてください、こうやってあったかくなりますよ、あ確かに発泡スチロールだとあったかい、あったかいんですよ、だから冷たくないんですよ、うん、でちょっと組み立ててみてください、カシャンカシャンって、やばいな、不器用、できた、できた、できた、もうできた、できたでしょ、私絶対不器用だからできないと思った、あこっちか、そう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 、でこれをこうやる、そうです、そしてこれまた合体させてください、合体合体、はい、合体、反対か、反対っぽいよ、はい、そうですそうです、はいはい、まあ、お上手、できた、できた、そしてこれが台座なんですね、台座の上にこれをカシャーンって持ちます、カシャーンって乗っけるだけですか、簡単でしょ、そうなの、そしてこれがねおむつ受けってやつなんですけど、うん、これもやっぱりペンキングの中に入ってるんですけど、うん、まあいわばおむつみたいなものです、うんうん、でこれを中にこうセットします、ガシャーンと、うん、ね、あーすごい、こうやってセットします、うんうんうん、ね、セットしたら、うん、これが蓋です、うん、蓋をガシャーンと、うんうん、つけるだけ、うん、あれ違ったかな、これ、これでいいんだ、うん、あ、ちょっとこれでおしまいです、うん、えー、これ出来上がりです、でここ蓋です、こんな感じです、え、中見たい、中中見たい、あ、こんな感じ、こんな感じ、そうそうそう、うん、そこに、そうそうそう、ここに座って、うん、それで、まあ、またいでというか、そうですそうです、で、実はこれね、普通の、うん、私たちが使ってる便器ってだいたい40センチから42センチなんですって、うん、高さが、これ実は30センチなんですよ、低いんですよ、うん、なぜ低くしてるかっていうと、災害用の災害時って便秘になる人が多いんですよ、やっぱり食べられない、なるなる、なりますよね、絶対絶対なる、ってことは人間の体上で体で一番排泄しやすい体位っていうのが、和式トイレなんです、実は、わかる、わかる気がする、でも今和式を使ってる人ってほとんどいないんですよ、うんうんうん、でお年寄りたちなんかは股関節弱いのでしゃがめないんですよ、あ、なるほど、男性の7割は今便器を使っておしっこするし、うん、子供が和式トイレあまり使えなかったりするんですよ、あ、なので便器っていうのは確実に必要なんですよ、うんうん、確かに、でそれで40センチなんですけど、その一番排泄しやすい高排泄機能って呼んでるんですけど、それどのぐらいの高さなのかって社長がね5ミリずつ削って、で、いや分かったのがこの30センチっていう高さ、うーん、なので30センチなんです、でもお年寄りたちのためにここのさっきカチャンカチャンで、うん、はいはい、あそこがね40センチのやつもあります、オプションで、へー、オプションで、オプションで、でも普通はこの30センチ、うーん、で、これで、うん、このおむつ受けね、で大人で、1回のおしっこが、まあ、350から400だとしたら、うん、それが3回から4回から5回ぐらいこれ吸収できて、うん、そして便が1回できますよっていうことでこれがあって、で中に便器具の中に、そしてこれをいっぱいになったらこうくるって巻くんですね、うん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 、そしてこの白い、これがね白い袋なんですけど、うん、これ消臭袋です、袋の中に入れて、そしてこれがポリ袋です、うん、でポリ袋に入れてキュッと縛って、うん、そして生ゴミとして捨てられるんです、生ゴミなんだ、生ゴミとしてこれを捨て捨てられるんですよ、なるほど、そしてこの中に、まあ、このさっきのねお物受けがありますね、お物受けと、うん、でこのポリ、消臭袋とポリ袋、うんうん、そして実はこのゴム手袋は必要なんですよ、やっぱりウイルスとか細菌とかあるためにこれもつけないといけない、うんうんうん、そしてなんかテレフォンショッピングみたいになってる、おしっきね、そしてすごいな、めっちゃ入ってる、ああ大変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 だよ、テレビショッピングだ、テレビショッピングだ、オプションがいっぱい、で一番大切なのが、あ、一番大切なのが、これわかりますかね、なんだろう、これなんすかそれ、体隠すやつ、ああなるほど、こうやってエマジェンシーシート、そう、なるほど、なるほど、なぜこれが必要かっていうと、あのね、トイレってもしかして外で使うかもしれないんですよ、うん、災害が起きた時、うん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 、その時に確かに体をこう、うん、ね、男の人だったらいいとかじゃなくて、うん、これが大切なんですよ、うん、でね、
こういう時ってね、性犯罪が多発するんですよ。実は。災害の時ってですか？そうです。3.11 の時もそうだったんです。なので、もう確実にこういうの必要になっていくんです。なので、これもつけてます。で、これでトイレが完結なんですよ。で、今まで私たちが使って売ってるあのトイレって、本当袋だけとか、なんですよね。で、袋だけだったら、あれ使うときにあれないあれがないこれがないってなって、それが例えばティッシュだとしたら、災害時のとこ行ったらティッシュくださいしてもくれない、どこにあるか分かんないときがなので困るんですよね。だから困らないように一式全部セットなんですよ。なるほど。っていう形でこれが本当にトイレが完結するっていう完結セットなんです。っていうか、今の性犯罪が311ですごく発生したっていうのもすごいびっくりしました。そうなんです。やっぱりね、これはね、報道されないことが多いんですよ。されないんだ。そうで、災害避難所で、あのこれ内閣府のアンケートで分かってるんですけど、避難所でまずあの困ったことは何ですかっていうアンケートのワースト1がトイレなんですよ。でもトイレ、そのもう絵面は汚いし、まあ、確かになので、あのテレビに報道されませんよね。であとその簡易トイレがないとか、その少ないとかってなると、その地方自治体のせいにされちゃうんですね。へ、なのでそれもまた報道されにくい、だから私たちは災害が起きた時に何が一番大切になるのか、実は知らないんですよ。いや、知らないですよ。やっぱ実際には災害起きてるの知ってるし、報道で見てるけど、昨日なんてあんな大きいね、地震もあったしね。まさにありましたしね。けど実際自分が目の当たりにその大きい地震が起きて、本当にね、そういうご飯が買えないとか、そういうのないじゃないですか。だから なんかやっぱりすごい大変なことだけど、やっぱ一部でしかそういうことって本当に大変な状況って起きてないから、でしかもそっから情報ってなかなか入んないし、そうなんですよ、うん、だからね、これ本当にね、その排泄のプロですよね、私いわばね、だから排泄のプロがおすすめするもうこの便キングっていうのは、日本でだってね、あと必ずなんか大きい地震が来るんでしょ、なんか言ってますよね。あのその時のためにもやっぱり一家に一台はやっぱり必要なんじゃないかなと思って、あの用意してます。そのこれを用意してるからこそ、その災害関連死、災害で亡くなった人は本当申し訳ないんですけど、仕方ないかもしれないです。でも関連死は防げるかもしれないですよ、ということで今これをね、ご用意させて。そうですよね。だって下手したら関連死ってことは、亡くならないで済んだ方もいらっしゃったってことですもんね。そうなんです。たくさん情報さえ知ってれば。そうなんです。そう、なので私これね、私たちこのベンキングの社長も言ってるんですけど、トイレロスって呼んでるんですよ。ペットロスとかってね、ペットが目の前からいなくなって死んじゃうとかあるじゃないですか。皆さんね、トイレロスっていうことは、トイレが使えなくなるっていうことをね、想像もしてないんですよ、私もそうでした。なのでトイレロスを真剣に考える会社がこのベンキングの会社なんですよ。すごいですね、盲点ですね。そうなんです、盲点だね。これはね、絶対、ね、その話をいろいろしてたらね、このね、猫の避難もね、猫とかペットの避難もちゃんとした方がいいですよって言って、ね、同じようなものでね、一緒にヒニャンっていう、かわいいでしょ、一緒にヒニャンっていう、あのペット その災害時に、そう、かわいいよね、ヒニャン。そう、災害大きな地震があった時にペットとか皆さん置いてきますよね、自分たちだけ逃げますよね。そしたらこの前 3.11 の時とかはもう、あの飼い主を探してるペットがいっぱいいたんですって、そしたらそれはもう飼い主も亡くなっちゃってるかもしれない、野良犬の野良猫状態なんですよ、そうするとどうなるかって殺処分なんですって。あら、もう殺処分するのにもお金もかかるんですよ。なのでそのペットを連れて避難できるそのゲージとかっていうのが必要なんですよ、なのでその一緒にヒニャンっていうものを作ってる人もいます、そのペットも盲点だったなと思って私、そうですよね。なんでこのトイレとペット、これ一緒に考えてた方がいいかなと思いますね。確かに。そうですよね、もう今ペット家族の一員になってるし、だからやっぱね、大事にお家に飼われてる方も多いから、 そこも考えとく必要がありますよね。そうなんです、なんかあった時に。そうなんですよ、ね、で本当昨日もね、震度6でしたっけ、福島ですかね、福島、
本当にね、うん、なんか大きい被害はなかったかもしれないですけどね、なんかあれでしたよね、あのなんかマリンさんから質問が来て、うんうん、そう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 、ね、うん、あれですね、タカさんから質問でした。はいはい、タカさんからの質問です。はい、はい、自分が被災したら、うん、まずは既存のトイレが使えるかどうかが気になりますと、うん、使っても大丈夫かはどうやって判断すればよいのでしょうか。はい、これですね、避難が起こった時って、うん、さっき うちのトイレは使えるかもしれないですよ、流れるかもしれないですよ、うんうんうん、流れるかもしれないんですけど、うん、下水管って地下にあるんですよね、うんうんうん、そこが壊れてる場合があるんです、うん、そうなった場合、うん、家のトイレが使えるかって流し続けてると、うん、急に溢れてくる場合があるんですよ、うん、怖い怖いでしょ、うんうん、なので本当に周りの状況を見て、うん、なんか電気が止まってるとか、うん、あそこでなんか水道管張り出してブクブク水が出てるとかってなったとしたら、それ絶対トイレ使わない方がいいですね。で周りの状況をよく判断して、うん、そして周りに被害がなかったら使ってもいいかもしれないです、うん、でもなんか停電になってるとか、うん、そこが地面が割れてるとかなんとかってなったら使わない方がいいです、うん、なぜなら溢れ出た時って、うんうん、それ自分の家族のものが溢れてくるならまだいいですよ、下水管で全部つながってますから、はいはいはい、なので、うん、本当にね、ちょっと怖いな、それウイルスとかバイ菌とか細菌とかが、うん、家の中に充満するんですよ、怖いですよね。なるほど、うん、ちっちゃいお子さんなんかいたらもっと怖いですよね、うん、なので使わない方がいいですよ、うんうん、そういう判断を早く自分でした方がいいです、うん、なのでその使えなかった時のために環境では用意しておいた方がいいですね、安全だって分かった時までのために用意しておくっていうのもやっぱり必要になります。へー、そうなんです。じゃあ例えばですけど、うん、さっき消臭袋って言ってくれたじゃないですか、はいはい、消臭袋に入れて生ゴミに捨てると、うん、匂いはないんですか。あのね、そこ結構気になるじゃないですか、ね、生ゴミで捨てられても結構ね、あのね、抑えられますよ、結構抑えられます、ね、抑えられますけど、うんうんうん、それを3日間4日間5日間放置してるとやっぱり中で、うん、あの発酵というか腐食はしてきます、うん、なので本当にね、匂わないことはないです、うん、匂わないことはないけれども、うん、ただ袋、普通のねレジ袋みたいなのにして、うん、それで捨てるよりは、うん、それはちょっとやばい、うん、危険ですね、危険なんです。なのでこういうのも確実に用意はしておいた方がいいんですよ、うん、で普通の簡易のあの段ボールトイレ買ったとしても、うん、それついてきてないです、うん、ついてないです、ついてないです、なのでもうこれもうあれもこれもそれもって買い足すよりはもうこれ一つで全部安心っていうものを持てた方がいいですよね。なるほどね。まあだって本当に、うん、今話聞いて、あ、こういうもの必要なんだって分かりましたけど、あ、簡易トイレ必要なんだってだけ考えちゃったら、ただその段ボールだけ買って終了すると思う、単純に。そうですよね、私もそう思いました、うん、それでいいじゃん。あの、なんだっけ、便器にかぶせて、うん、作る、袋だけっていうのもあるんですよ、うん、ただ確かに、うん、見たことあるかも、ある、うんうん、ただ災害があった時便器が壊れてる可能性もあるんですよ、うんうんうん、それに溢れてきてる可能性もあるんですよ、確かに、うん、便器が使えなくなってる可能性の方が多かったりするんですよ、うん、だったらあのやっぱり持っておいた方がいいですよっていう、うん、本当にね、あの大変なんですよね、うん、でこれ本当にね、あのいろんな機能がついてて、まあ、今日はお伝えできないかもしれないですけど、うん、本当に子供からお年寄りまで使えたりするんですよ。段ボールトイレとかってそういう災害用のトイレって成人用に作られてるんですよ、じゃあ子供は組み立てられる、子供はそこに、まあ、座らせてするんですけど、穴が大きすぎてお尻が落ちちゃう事件が起きたりするんですよ。なのでこれってね、前の方がね、あ、そういうのも考えられてるんですよ、ね、前の方がちょっとね、うん、あのここに子供を座らせるんですよ。前の方はね、あの穴がちょっと狭くなってるんですね。で大人はここに腰掛けるんですよ、うん、あ、座る場所が違うんだ。違うのでちゃんとこのカーブが出てる、はいはい、足を置くカーブが、うん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 、でちょっとね、ちょっとだけなんですけど、こっちの方がね、こっちが前でこっちが後ろなんです。こっちの方がちょっとこう反り上がってるんですね、うんうんうん、なのでこれ座ってみると分かるんですけど、後で座って、まあね、座ってみると分かるんですけど、後ろに倒れづらくなるんですよ、これだけで。なので老人とかも絶対腰なんですよ、うんうんうん、あ、すごい、それはいい。でここ普通ね、こうあったら、あのこれ斜めにこう穴が開いてるんですよ、普通のやつってこう穴が開いてたりするんですよ、うんうんうん、でこれ斜めにこう穴を取ってることで、ここにねスペースが生まれるんですよ、うん、ってことでここ手をつけること
できるんですよ、うん、できるんだ。そう、あ、なるほどね。手を使うことで、うん、老人はここだけで立ったり座ったりできるんですよ。なのでそんなね機能がいっぱいついてて、実はこれねグッドデザイン賞去年受賞してるんです。え、すごい。そうなんですね。トイ、そう、グッドデザイン賞受賞してるのと、めっちゃいろいろ考えられてるな。あと、防災の推奨品っていうのがあるんですけど、それにも選ばれたんですよ。へ、うんうん、すごい。そう、トイレでだからそのこのグッドデザイン賞が、うん、取れたっていうのは本当に多分ね、うん、オシュレット以外なんじゃないかみたいなね、うん、すごい。ちなみにこれはおいくらで買えるんですか？はい、これはですね、3日分です。これ、うん、さっきのね袋に入ってた3日分なんです。3日分で15,000円なんです、うん、で高いなって思うかもしれないんですけど、逆に段ボールトイレを買って、袋を買って、消臭袋を買って、凝固剤買って、なんだかってやったら、あまり値段変わらなくなります。そうなんですね。なので、これは3日分で15,000円です。ただ、仮設トイレができるまでって、さっき言った3日から7日かかるんです。だったら7日分を持っててほしいんですね。7日分が実は16,000円なんです。ちょっと分かんないでしょ。7日分欲しい。で、なるほど。そうそう。して、そして、でも、あのご夫婦だったら2日、うん、2人分必要ですよね、うん、で14日分っていうのがあるんですよ、うん、それが19,000円なんですよ。全部でですか？そうなんだ。あ、要はこの箱が高くて その中身に入れるのはそこまで高くないからなんですね。そうです、そうです、そうなんです、そうなんです。なので私はもう14日分おすすめしますね。あんま変わんないですもんね、うん、そうなんですよ、うん、なんかね社長面白い値段の付け方してるの。そうですよね、なんか、そうそう、で、そしたら、うん、ベンキングっていう風に検索ですか、それとも香里さんのお店で検索した方がいいんですか？そうですね、私の名前ベンキン、そうですね、セラピーエで、セラピー、あの、うん、カタカナ、セラピーカタカナ、例えばね、そうですね、小沢香里セラピーでもいいし、セラピーだけでもいいんですけど、そうなると私のホームページに飛びます、うん、でホームページに飛んでお問い合わせっていうところがあるので、うん、そこに、お問い合わせをしてもらうと、うんうん、例えばその、あのこれ送るときって、プラス消費税プラス送料がかかるんですけども、うんうんうん、送料だけは私今回このマリンさんのあれなので、はい、あの送料無料にします。あら、おすごい、すごい、ショッピングだ、ショッピング、はい、やったー、うんうん、なので全然あのもし必要な方がいらっしゃったら、うん、あのセラピーエまでご連絡いただければお送りされます、うん、本当にテレビショッピングになってる、はい、うん、テレビショッピング、マリンさんのあれでね、あの、はい、見ましたっていうふうに言われば、うんうん、送料無料です。あら、らしいです。らしいですね。お得です。お得です。はい。ありがとうございます。そしたら、そうですね。明石マリンからの放送見ました、はい、みたいなことを言って、香里さんに連絡いただければ、欲しい方は、はい。お願いします。はい。ということで、香里さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。大事なお話を。ありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。はい。じゃあですね、はい。これからなんですけど、今日、バレンタイン、お、そうだ、今日バレンタインだ、うん、なんですよ、ね、知ってました、皆さん忘れてました、僕は忘れてましたけどね、忘れてました。そうそう、そう、そう、僕、うん、ね、あのさっきね、うん、今日何の日か知ってるって言われて、うん、本当忘れてたっていうね、そう、そう、え、何の日って聞かれた、そうそうそう、誰かの誕生日ぐらい、そうそうそう、なので先にしょうちゃんに渡しちゃったんですけど、かおりさんにバレンタインデーです、そう、ありがとう、何これ、すごい可愛いんだけど、これこれは手作り手作りできたらいいけど、できないよ、手作りじゃないんだこれ、はい、すごい可愛い、でもでしょ、うん、これガトーショコラで小麦粉も使ってなくて超チョコが濃いやつなんですよ。へえ、あの超にいいじゃないですか。あ、そう、超いい、小麦使ってないし、そう、すごいんですよ。淡雪ショコラっていう商品名というか、うん、そのブランド名がついていて、うん、じゃあぜひその淡雪ショコラの滝倉さんっていう方が、はいはいはい、作ってくださってるので、うんうんうん、ご紹介お願いします。はい、滝倉、うん、出たわ、すごい、すごい、お、もう出てる、フェイスブック知名度が出てる、出てますね、すごい、ショコラティエ、はい、っていう肩書き？そう、パティシエさんのさ、チョコレート作る人がパティシ、あ、違う、ショコラティエって言うんじゃない？あ、そうなんだ。なんか徳島県生まれで、まあ0歳で父親の仕事でフランスへ引っ越した影響から、まあ、ヨーロッパに憧れを抱き、日本へ帰国後、幼稚園、小学校、小学生の頃は、うん、学
校で一言も発することができない子供だったそう。そうなんだ初めて読むんですけどね、はい、初めて読むんですけどね、そう、はい、でやがて社会人では、喫茶店や調理やウェイターの仕事をしていた時期で、姉が結婚しプレゼントに喜んでもらえたことからホワイトデーのお返しにチョコレートを手作りしたそうです、うんうん、でその時の職場が笑顔にあふれた体験からチョコレート作りを特別なプレゼントにしようと思ったそうですね、うんうん、でフランス70件の視察旅行を得て、チョコレート専門店の製造補助2年のち、生まれ故郷のこれ何、和三盆島、和三盆島を用いたオリジナルチョコレート和三盆、うん、オッツを開業、うんうん、LA や台湾に招待されてデモンストレーションもするなど独自のスタイルが注目され、おもてなしセレクション、おもてなしセレクションを受賞で、招待の手土産に接待の手土産入選っていうのをされているそうですね、うん、で、銀座つたや書店恋和三盆ショコラをコラボ開発、ほう、人気商品のお土産ロングセラーとなっているとのこと。すごいな、すごいね、うん、すごいですね。特殊でサロン・ル・ショコラでも作品がテレビに取り上げられるなど、うん、独自の開発にチャレンジしているというお方らしいですね。すごいですね。和三盆でなんかもう本当にメイドインジャパンなんですね、うん、じゃあねこれね。そうそうそうなんですよ。ちなみに何ですか、和三盆って何ですか。和三盆ってお砂糖みたいなやつです。うん、うん、お砂糖みたいなお砂糖です ね、うん、高級なお砂糖なの、うん、日本でいう、うん、徳島県でしか取れない、あ、そうなん、そう、お砂糖で、すごいもう例えば京都のすごいいいお菓子屋さんが使ってたりとか、うん、あ、そうなんだ、うん、へえ。お茶とかにもよく出てくるよね、普通のね、和三盆ね、和三盆のお菓子、すごい高級な高級 な、うん、高級な、高級な感じなんですよ、すごいね、濃いんですね、うん、うん、だからなんだろうな、なんかね食べると品がある味、うんうん、そう、そうなんだ、ものすごい甘いってわけじゃない、あ、そう、そうなんだ、柔らかい甘さなんだよね、そうなんですよ、うん、でなんか今日はっていうかバレンタインなので、うん、今池袋のエチカさんっていう、うん、そのなんて言ったかな、はなんとか線なんかあるじゃないですか、ね、なんとか線めっちゃ池袋あるけどいっぱいあるけど福都新線あ、そうとかのあたりのエチカ、丸井の下あたりにあるところがエチカなんですよ、うん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 、そこのエチカのスイーツボックスのところで13、14、15で、うん、あわゆくショコラ販売してるそうなんです、うん、明日まで、明日までとりあえず、うん、であとはインターネットでも販売してるそうなんですね、うん、でなんと今ちょっと私もちょっと小耳に挟んだだけなんですけど、うん、卵と西武線だと思います、西武線、西武線らしい、ありがとう、ありがとうございます。でなんか卵とチョコレートをコラボしたチョコが販売してるらしいです、見た目がねなんか卵なんですよ、でもチョコレートなんです、なんか不思議なチョコをこれ開発したらしくて、よかったら買いに行ってください、すごい、はい、徳島の話が出たんですけど、うん、実は徳島って防災圏って呼ばれてて、うん、で実はそのベンキングの社長が、うん、あの私と知り合った時に、うん、このベンキングをまずどこに広げたいですかって聞いたら、うん、徳島って言ったんですよ、で実は徳島県にこのベンキング担いで行ってきてですね、うん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 、で徳島ってすごいあの小さい県なのに、うん、防災館っていうのが4カ所ぐらいあるんですよ、それもすごい立派なやつ、防災館初めて聞いたな、ね、防災館が4つあって、その中の防災館に今、うん、ベンキングが展示されてるんですよ、うん、それって山とか海に囲まれてるから、うん、もしかしたらそれ雪崩とかもあるし、うん、津波とかもある可能性があるっていうの で南海トラフっていうあの大きい地震をこれから必ず来るって言われてるんですけど、うんうんうん、南海トラフで一番危ない県がの、うん、徳島とどこかって言われてるらしいですよ、なのでその防災に対してすごい特化した ところで、うん、立派な防災館があって、こういうものをちゃんと用意してくださいねっていうのがあって、うんうん、その中見に行ったらやっぱりその防災館の、うん、なんだろう、
展示してるトイレがやっぱり段ボールトイレだったんですね。それでも OK だったんです。なぜなら段ボールトイレしか今売ってないんですよ、ほとんど、うん、なのでこういうトイレができましたって店に行ったら、うん、じゃあちょっと展示させてくださいということで今ね、うん、展示してもらってるんですよ、うん、そういうところからちょこ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 と便勤活動をさせていただいてます、うん、大事、ね、だからね、徳島なんだと思って、すごいつながりだな、つながりました。やっぱなんかねつながってくんですよ ね、 すね、いろんなことが面白いですけど、やっていくとすごいですね、すごい。そしたらちょっと、うん、はい、おやきショコラの、うん、なんだっけ、滝倉さんが結構なんか徳島とか四国行くって言ってるので、うん、ぜひおつなぎします。 ありがとうございます。なんというここでおつないでいただけるなんて嬉しい。つなぎます、つなぎます。そしたらなんかまた徳島に広がるかもしれないし、本当よね。うん、やっぱなんか滝倉さん徳島とか四国を元気にするっていうこともやりたいらしくて、なんか出かけてますよ定期的に。本当、じゃあちょっとお願いします、うん、つなぎます。ありがとうございます、はい、ここでまた思わず、ね、ここで思わぬものが、思わぬものが、ありがたい。なんかね、やっぱこういうのでね、どんどんみんなが良くなってたり広がるっていいですもん ね、 マリンさんとも今日実はね、ひょんなとこからつながって今日初めてお会いしてね、初めてなんですよ初めてね、はい、ズームで一回会ってね、そう、ね、かおりさんがプレゼンされてるのをチラッと聞いて、そういう感じなんだ、何ベンキングって何災害用トイレってみたいなところで一度も話してないのに、ラジオやるから喋ってもらえませんかみたいな感じで、そう生マリンは今日初めてです。そうなんですよもう本当写真ではかおりさんめっちゃ綺麗とか思ってたけど、やっぱお会いしたら超綺麗だよね。いや俺写真見てないから俺写真見てないからさ、そうかんない、初めてだし、でなおかつなおかつしょうちゃん、うん、今日私、そう今日あの前の日前っていうかちょっと前に、12時半に浅草橋集合みたいな、うん、そうそれだけそれだけ何も教えられない、何もそう、うん、で12時ぐらいに普通に浅草橋にカフェいるから、着いたら連絡ちょうだいって言って、え今日何なのって言われて、そう今日何なのっていうやつ、今日なんで12時半とか1時とか超時間くっきりなの、何なの今日って言われて、あ今日ね実はねラジオに出るんだけどみたいな、一人じゃ絶対恥ずかしくて無理だから、とりあえず今日は出るんだよ、そう当日にね、当日2時間ぐらい、当日ですよ当日、言われたんだよね、さすが、なんかそういう人材いっぱいお持ちですねもう突然ですよ突然。そうですか今日突然。ね。初めてですよ初めて。うん、私も初めてで。はい。うん。もうあっという間だよね。あっという間だよね。うん、ね、こういう話もさ聞けてさ、うん、すごい良かった。ね、やっぱり、でしょ、だからさ、やっぱすごいなんかあれだけど、私と一緒にいると得があるでしょ。そうね。そうよ。そうね。そうよ。運がつくんだから私いたら、運がね、運がつくんだよ、運がつくんだから、ありがたいね、ありがたいよ、はい、もうこんなね、もう突然こうやって翔ちゃんも来てくれて何も分からず来てくれて、そうですよ、はい、うん、音楽とか流すんじゃなかったの、大丈夫だったの、なんかねこういうの流れてるんですよ、あそうなんだ、そう私だけが聞こえてるよ、そうかすごい、もうあれですよね、もう締めの時間、あそうもう締めになるんですよ。早いな、早いっすね、ね、一応なんですけど、アンシュトというか、あの個人的なカウンセラーとかそういう起業家さんのサポートとかをさせていただくことをやってて、でなんか自分自身がそれが楽しかったりするんですよ、いろんな人の話を聞くっていうことが、でこう例えばですけど私は今最近感じてるのが、みんな結構生きづらいって思ってる人多くないですか、なんか生きづらさを感じてますみたいな、あんまテレビも見ないんですけど、たまたま見ると生きづらさを感じてますみたいな、あるね、はい、なのでなんかこう今ここにいる3人はおそらく生きづらさを感じてないんですけどわかんないよ、感じてる、感じてないわかんなくないじゃないですかそれそうだから多分翔ちゃんも生きづらさを前感じてるって言ってて、でも今感じてなくて、で私も生きづらさを感じてたけど今は感じてなくて、でそれってなんでかなって考えたんですけど、みんななんでだと思いますか、
やりたいことをやってない？ああ、そうですよね、うん、うんうんうん、確かに香織さんめっちゃやりたいことやってる感じ、やっちゃってるの最高です、うん、もうバッチリ、もう最高、もうこれは楽しくてしょうがないですよね、うんうん、いっぱい失敗もしてるけどね、なんか突き進みすぎてこうやって、あー、あいだだだだっていう人生ばっかり、わかる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 、こういうところにね、パーンみたいな、そうそうそう、あるある、見えなくて、そうそうそう、いつの間にか血出てましたぐらいだね、そんな人生です、うわ、でもそれはね、やっぱりそれでもこう楽しんでやっていこうっていうから、生きづらさじゃなく楽しめてるわけですもんね、すごいすごい、翔ちゃんはなんか多分それもあると思うけど、うん、なんか自分のこと知らないと結構生きづらいんじゃないかなって思うよね、うん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 、あ、分かる、うん、うんうん、そうだよね、そうするとなんかこう、うん、人の意見にこういろいろ左右されちゃう、なんか特に今 SNS 全盛期過ぎてんのかな、もうないけど、うんうん、インフルエンサーとか、うんうん、もういっぱいこう、うん、気軽にこうなんかアクセスできるじゃないですか、うんうんうん、昔と違って、だからあの人がこう言ってた、この人がこう言ってたみたいな、でこうブラブラこうグラ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 して、で自分のことも知らないうちにそういう人の意見を採用したりとかするから、なんかね、まあ、いけーって やれる人もいれば、もうなんかそこでシュンってなっちゃう人もいてっていうのはあると思うけど、なんかそうやってなんかね、いろんな人のことばっかり知ってて自分のこと知らないっていうのも、うん、自分のことを知らないね、うんうん、とやっぱり生きづらくなっちゃうと思うけどね、うん、そうだよね、うん、いやすごいね、みんな考えてらっしゃいますね、うん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 、素晴らしい、マリンちゃんは、はい、私はですね、うん、もう自分自身が生きづらかったところから生きやすくなってみた時に感じたのって、うん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 、自己否定をしてるかしてないか、なるほど、うん、なるほど、あるあるある、それあるね、うん、うん、そうだ、そう、例えばですけど、私中卒なんですけど、うん、中卒だからダメって思ってるとなんかいろんなダメなことばっかり、中卒だからうまくいかないんだ、うん、中卒だから仕事うまくできないんだとか、うん、全部そこ、うん、になっちゃうし、でも中卒だからこそ例えば、うん、頭悪いから人の話聞こうとかって思えると、うん、同じ事象なんだけど捉え方を変えるだけで生きやすくなったんですよ、うんうんうん、なるほどね、うん、すごい学びだね、すごい学びだよ、うん、でこれ面白いのが、自分が中卒だからダメって言ってると、うん、周りからあんた学歴ないじゃんとか言われるんですよ、なんかバカじゃんみたいな、本当、だけど不思議で、自分が中卒だからこそいろんなことを学ぶし吸収できるんだ、頭悪い分と思ってると、なんかやたらとマリンさん頭良くないですかとか、中卒なんですよって言ったら、え、大卒じゃないんですかとかなんか言われたりとかして、なんか自分が否定してたらすごい生きづらい人生がいっぱいあって、いろんな人から否定されて、なのに中卒でも素晴らしいと思い出したら、中なんか別にすごいあなた素晴らしいですみたいになって生きやすくなったんですよ、なるほどね、そう、だからこれって面白いなって、自分を認められる、うん、そうそう、だしかもダメなところ、うん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 、ダメなところをね、いいところを認めんじゃなくて、うん、ダメなところをいっぱい認めると、うんうん、なぜか認めたところからなんか人が来るのね、そうそう、人がなんか褒めてくれたりするので、すごいなって思ってます、はい、素晴らしい、ということでですね、生きづらさはみんなそれぞれあると思うんですが、すごいまとめました、はい、すごいまとめですね、はい、もうこうやってね、いつもねグダグダだからそんなことないよ、よかった、もうこれこれこれ、すごいめっちゃ嬉しい、肯定されてる、愛されてる、ありがとうございます、愛されキャラだから、もう嬉しいです、はい、うん、ということですね、今日初めてのラジオだったんですが、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、楽しんでいただけてたら嬉しいです、はい、ということですね、また今度は3月14日にまたやらせていただくんですが、まだ何も決まってないです、はい、いいですね、いいですね、はい、そんな感じで単純に楽しめたらと思います、はい、はい、かおりさん今日どうでしたでしょうか、1分残りが、本当にね楽しかったです、マリンちゃんのなんかこの明るさで全部が明るいみたいなね、オゾンもあるし、そうそうそう、確かに確かに、ね、うん、すごい楽しかったです、よろしく、よかった、また機会があったらぜひ出させてください、やったー、ありがとうございます、すごい、よかったですね、最後、いやー、まあ、さっき、まあ、ちょっと言ったけどね、なんかやっぱ知らないから、うん、ね、
まあ、知らないこと知れるってすごい楽しいし、うん、そう、それでなんかこう防げることってたくさんあるなっていうね、うんうん、やっぱもう改めて思った、うんうん、今日、うんうん、防災ってなんか暗いけど楽しくできるんだよって、うん、楽しい、うん、ベンキングの組み立て競争とかやってみたいもんね、うんうん、あ楽しい、あめっちゃ楽しい、やりたいそれとかね、なんか楽しく学べたらいいよね、そういうの、うんうん、遊びたいそれで、うん、そうでしょ、うん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 、子供とか超喜びます、そうそうそう、うん、いやすごい、なんか今日は勉強になっちゃいました、うん、勉強になった、本当にベンキングだけに、ベンキングだけに、ベンキングだけに、ベンキング、うん、違うペンだ、そうなの、ペンキングになったなっていう、そうですね、そうだけ、勉強のペンでペンキング素晴らしい、ね、うん、ありがとうございます、はい、はい、もう大丈夫かな、終わりました、ありがとうございました、ありがとうございました、いやありがとうございました、ありがとうございました、よかった、